お兄ちゃん、グイッとやっちゃってください。グイッとって何よ。帯に決まってるじゃないですか。いわゆるお代官プレーですよ。お兄ちゃんが帯をグイッと引っ張れば、私があーれーって言いながらくるくる回りますから。英雄学校でも大活躍すると信じています。アリスも来年地平堂を履いてでも合格しますね。地平堂は履かないでいいけど、ありがとう。はい、お兄様。アリス、話したらお兄様がどこか遠くへ行ってしまいそうで。学校へ行くだけだよ。図書部の誰とくっついてもあんたはちゃんと幸せになれる、そう思ってよ私は。うん、ごめん。もうバカ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 、うん、じゃあ行くわよ。うん、ただいま。太郎ちゃん、何すんだ姉貴。ほんの少しの間でも太郎ちゃんに会えない寂しさがお姉ちゃんを欲望に駆り立てるんだよ。いいから離れろ。姉ちゃん、ご飯の時にジュースを飲むのはダメだって約束だろ。もぐ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 。好き嫌いせずにピーマンも食えって。もういいのか。もう食べないならごちそうさま言って、茶碗は水につけて。うっざーい。落ち着け、これは罠だ。心は無に、そう無に。でも、その前に少しだけ。お兄ちゃん、屋上行こうか。静か、うちに屋上はないぞ。口答えしない。はい。それにこれ以上派手に迫られると、僕の方のブレーキが怪しくなるというか。うわ、昨日はなぜか追い出されてしまいましたから、今日は不当に先回りしてみました。さあお兄ちゃん、今日こそ初夜を、夫婦初めての共同作業をしましょう。え、何これ、花占い、キモいんですけど。馬頭風質問。失恋でもした？どう振られたのか聞かせてよ。うるせえ、ほっとけ。それ、お姫様抱っこ大会の商品なんだよね。まあ。誰とカップルで出場したのか、詳しく聞かせてもらおうかしら。え？